はい、皆さんこんばんはです。では本日も、生配信の方を行っていきたいと思います。本日は、任天堂さんのゲームを、全て、プレイするという生配信になっております。今日はあれですね、スーパーファミリーコンピューターの、スーパーマリオワールドを、オールクリアしていくという、企画になっております。はい、皆さんこんばんはです。よかったらお付き合いください。多分今回だけではクリアできないんじゃないかな。なのでもしかすると来週も、マリオワールドになると思いますので、よかったら、皆さんお付き合いください。はい、皆さんこんばんはです。あとあれですね、8時から始めますんでもうちょっとお待ちください。マリオワールドをガチでやるのは、あ、しょげんさんこんにちはです。マリオワールドをガチでやるのは何年ぶりだろう。20年ぶりぐらいなので、かなりガタガタになるけど、まあお許しくださいね。マリオワールドガチでやるのね、本当に久しぶりですね、ガチでやるのは。あ、ちょっと今調整しましょうかね。メッセージをちょっと調整します。あれ、ちょっと待ちくださいね。あれあれ、ああ、そっかそっか、こっちか、ごめんなさい。まあちょっとメッセージウィンドウをちょっと調整しますね。こんな感じか、こんな感じですね、こんな感じ、こんな感じで大丈夫ですかね。あ、8時になりましたね。いっちゃメッセージウィンドウはこんな感じで、こんな感じか、 OK ですね。はい、皆さんこんばんはです。ではぼちぼち始めていきたいと思います。あれ、ちょっと待ちくださいね。コメント大丈夫か。城攻め、城は攻めるね、マリオの伝統ですね。はい、皆さんこんばんはです。で、あ、まず、そうですね、概要欄にも書いたんですが、まずは画質、ゲームの画質についてちょっと見ていきましょうかね。ゲームの画質、ゲームっていうのは実はいろんな画質があって、あ、ちょっとメモ出しましょうか。ちょっとお待ちくださいね、メモ。これか。実はね、 YouTube っていろんな画質があって、ちょっとお待ちください。うわ、すごい文章量だなこれ。なんだっけ、 YouTube ってすごい画質の、なんだっけ、YouTube はゲーム、あ、テレビっていうの、画質が いろいろありまして、昔はね、今だと多分今現在まあただ D ポートとか、あと DVI とかもある。これはデジタル接続ですね。これこういったものが今主流だと思うんですが、昔はちょっとそういう技術がまだなくて、昔は RF スイッチ、あとコンポジット、S 端子、RGB21、VGA、D サブ、まあ、あと D 端子とか D 端子、まあいろいろこうあったんですね。そう、昔はね、なんだっけ、今みたいに技術がちょっとなくて、いろんな接続方式があったんですね。で、なんだっけ、大体説明すると、これがファミコン、はい、皆さんこんばんは、ファミコン、ファミコンで、これがスーパーファミコンで、これがニンテンドー64で、これがまあパソコン、当時のパソコンモニターで、これも当時のパソコンモニター、これは80年代です。主に80年代、こっちは90年代ですね。で、これはなんだっけ、要はそのさっき言ったなんだっけ、コンポーネント、だからこれもまあ VGA に近いんですね。だからこんな感じになってます、こんな感じで。なので画質っていうのは、まあそうですね、まあ、テレビも良くなかったんですよね。今みたいにテレビとかが 4K モニターとかフル HD モニターではないので、
そういった意味では仕方なかったんですね。だから今昔のゲームとかやってみるとすごい画質がいいのはモニターも良くなってるからですね。じゃあそれをじゃあ皆さんにいろいろこう体感していただき、いただきましょうかね。はい、皆さんこんばんはです。じゃあ皆さんこれをじゃあ体感していただきましょうかね。じゃあまずRF、アナログ回線ですね。アナログの、R はラジオだったかな。ラジオの、電波みたいの、要は昔のアナログチューナーを直接つないだ状態のマリオを映したいと思います。あ、全部映せますよ。全て機材揃ってますんでね。じゃあちょっと待ってください。砂嵐が広がってます。すみません。接続されてねえや。すみませんでした。はい、これが RF ですね。これが RF。あ、ちょっとずれてますね。これが RF ですね。RF。昔はね、ファミコンとかスーパーファミコンはこの画質でやっちゃう人が多いんじゃないかな。今見てもちょっとやっぱ滲んでますよね。これが RF スイッチ接続ってやつですね。これが。見ていただくとすごい滲んでますよね。まあ、でもね、これね、やっぱ今のモニターとかがいいんで、それでもなんとかできますよね、これでも。これでもなんとかできるっていう状態になってますね、これでも。まあ、それだけ今、モニターが良くなったんですよね。そう。まあ、それだけ今、モニターが良くなったんですね。はい、じゃあ次は、コンポジット。コンポジットは今の、なんだっけ、テレビにもついてんのかな、まだ。コンポジット。じゃあ次は、これは簡単に言うと、なんだっけ、モノラル音声と、映像を1本で接続してるんですね。そう。で、次はコンポジットって言って、映像を黄色、映像と音声を分けた、やつになってます。分けてあるんで、より鮮明になってます。じゃあ、ちょっと接続しますね。これがコンポジットですね。これ、あ、違う、こっちか、こっちか。はい、これがコンポジットですね。これがコンポジットです。これがコンポジットになってます。コンポジット。さっきと比べれば、なんだっけ、多少良くなってんのかな。多少。さっきと比べるとにじみが多少なくなってるって形ですね。さっきと比べると。これがコンポジットになっております。これがなんだっけ、黄色と赤と白のつなぎ方ですね。つなぎ方になってます。で、これの上、さらに今度は S 端子って言って、コンポジットをさらに細分化した。コンポジットも、赤とか、緑とか、その、なんだっけ、黄色とかの細分化したやつがあるんですね。それが S 端子になります。じゃあ次 S 端子に接続したいと思います。ちょっと待ってくださいね。じゃあ次 S 端子で接続したいと思います。ちょっと待ってくださいね。どうですか？はい、皆さんこんばんはです。これが S 端子ですね。さっきと比べてもかなり、なんだっけ、もっと、なんだっけ、細かい部分まで見るようになったんじゃないですかね。これが、なんだっけ、90年代半ばぐらいから、結構、画質を求める人が使ってたやつですね。テレビとかには S 端子がついてましたんで、S 端子でやってた人が多いんじゃないかな。まあ、なんだっけ、任天堂64とか、例えば、プレイステーション1とか、セガサターンとか、当時のテレビでも S 端子はついてましたんで、こういった、なんだっけ、画質でやってた人は多分多いと思います。で、最後。で、今回は、最高画質で、プレイしたいと思いますので、RGB21。RGB21 っていうのは名前の通り、なんと、映像と音声を、なんと21分解ですね。21分解。要は、なんだっけ、それぞれに、要は、分散してるってやつ。だから、黄色、色をそれぞれ、色とか、グランドアースとかも全部21個に分解して映像を映すってことですね。さあ、
もし、21個まで細分化すると、当時のスーパーファミコンはどこまで綺麗になるのか、ではそれを映したいと思います。皆さんびっくりすると思います。そうだじゃあ21個に分化してみましょうね。はい、これですね。これが、RGB21、 当時のパソコンモニターでの、接続になりますね。どうですか皆さん多分後であのアーカイブ見ていただければ分かるんですが、多分なんだっけ、別物になってますねこのぐらい、画質が、変わります。画質が、まさにこれ、この辺があの画質 の、 あの歴史ってやつですね。画質の、なんだっけ、パソコンのモニターに接続するパターンなんで、どうしても細分化しないと、そのなんだっけ、目に悪いんでね。今のパソコンのモニターとかも綺麗でしょ。それと一緒です。それでこんな感じになってます。だからこれ見るとなんだっけ、あー、そうそう、でもこれ見るとあれじゃない、なんだっけ、なんだっけ、実機には見えないと思う人いるんですが、実機ですよ。これも実機です。実機で限界まで画質を上げた形ですね。実機でもここまで画質が上がりますんでね。はい、ではそろそろじゃあゲームを始めていきましょうかね。じゃあマリオ、スーパーマリオワールドを、オールクリアしていきましょう。オールクリア、全部クリアですね。じゃあ始めていきましょう。ちょっとお待ちください。じゃあ始めていきます。あ、スーパーファミコンの解説はね、ツイッターでやってましたね。じゃあやっていきましょうかね。じゃあこれですね、初めから、ワンプレイヤー、ね、今度の舞台は恐竜ランド。何やら怪しいこの島で、またもやピーチ姫が姿を消した。こいつはきっとクッパの仕業ね、もうクッパの仕業って確定ですね。ね、あ、ここあれ、これなんだっけ、スピーカーを叩くと情報が出るんですね。いらっしゃい、僕はクッパから仲間を助ける旅に出ます。ご用の方は残念でしたスーパードラゴンね、ヨッシーですね。マッチョドラゴンのヨッシーですねこれヨッシーって書いてありますね。じゃあ進んでいきましょうか。マリオ3と違って、なんとスピンアタックですね。今回はこのドラゴンコインを集めたり、スピンアタック、これですね。これは敵を一発で倒したり、踏めない敵、ハイローコイン、まあ、なるべくやっていきましょう。なんだっけ、要はそのなんだっけ、前のなんだっけ、トゲがついてるやつとか、トゲがついてるやつとか、そんな踏めなかったんですけど、今回はこのスピン使うことによってなんだっけ、踏めるようになってます。で、なんだっけ、これファイヤー使うと、なんとコインになりますね。コイン、敵がコインになります、ね、で、コイン取らないとなんだっけ、また復活しますこの辺はあれかな、お子様がやることを想定して、なんか倒すっていうよりはコインに変化するっていう風にしたのかな。で、このブロック破壊するのもこれスピンですね。こんな感じ、今やっても超名作ですよね。今やってもね、このスーパーマリオワールドは名作ですよね、本当に。で、発射ですね、ドカーン。はい、皆さんこんばんはです。で、これ中間地点、これ中間地点ですね。中間地点、これ中間地点で、これをやると、なんと死んでもここからスタートになります。あと上のキノコマークはあれ、ストック、アイテムストックですね。で、アイテムストックはセレクトボタンでも落ちてきます。こんな感じで、だからアイテムの入れ替えができるんですね。ワンポイントアドバイス、余分に取って余ったアイテムは画面の上1個に置いておけます。あ、これですね、これですね。セレクトボタンを取れもします。こんな感じですね。あ、で、ここでちょっとあれ、裏技じゃないんだけど、ちょっと技をやりましょうかね。あっあれ、反応が鈍いなおじいちゃんだからかな。
はい、これがあのちょっとテクニックですね。今のはちょっとテクニックですね。あの連続で踏むっていうテクニックですね。あ、なんかまたありますね。青のボタン、緑のボタンは加速。あ、ダッシュボタンですね。はい、こんばんはです。ああ、じゃあぜひあの見ていただければ。で、今回なんとコーラをね、上に上げられます。上に投げられます、上に。上に。こんな感じで。で、しかもね、これ皆さん知ってます？この上にね、実はね、とあるものがあるんですよ、これ。ほら、何かまあ月があったでしょ？月、月、月。あれ、月みたいなやつはじゃあ3アップですね。3アップ。3アップ。で、あれは、なんだっけ、今取れませんけど、あの、とあるものを取ってくると、あの、取れるってことですね。3アップ。で、今集めてるドラゴンコイン。ドラゴンコインは、5枚集めると、はい、1アップですね。はい、こんな感じです。まあ、これが基本的な、スーパーマリオワールドの、ゲームシステムですね。今やっても面白いね。今やっても面白いですね。このゲームは何だっけ、多分今 あの若い世代の方、多分小学生とか、あ、これスイッチ、じゃあ押しましょうか、スイッチを。で、こうスイッチを押すコツはね、ここで押すことですね。持ってってここで、そう、こうやってコインがいっぱい出ますんでね。難易度はね、ワン、ツー、スリーに比べたら簡単になってますね。ね、あなたが押したスイッチの力で、点線ブロックが、あ、この黄色ブロックはなんとキノコが出ます。キノコ。だからキノコが出ますんで、お助けブロックですね。画面の明るさとかは大丈夫ですか？画面の明るさとか。明るすぎませんか？これ、あのスーパーファミコン の、 あの実機であのプレイしております。スーパーファミコンの実機で。あの RGB って言ってパソコンの接続でやってますのでね、ちょっとかなり画面が明るくなっております。じゃあどんどん進んでいきましょうか。さあ、ここはあれですね。あ、ミスったちょっとミスりました。今実はね、あ、こんな感じで、こんな感じでキノコが出ますね。今ミスりましたね。あ、来ましたね。でっていうですね、助かった僕ヨッシー、クッパに捕まった仲間に助けにお城に行こうとしたら、やつらに卵に閉じ込められたんです。卵に閉じ込められた。さあ、これがヨッシーですね。なんと何でも食べちゃいますね。あ、ここに分かれますね。黄色ジャンプはジャンプ、赤ボタンはスピンジャンプ、踏めない時も踏めて、大きなマリオならブロックも壊れる。ヨッシーから俺でも赤ボタンで、なんと2段ジャンプできるんです。2段ジャンプ、こんな感じで、これはあのこれテクニックですね。これ2段ジャンプ、これが今後のテクニックになっていきます。で、こんな感じで食べれますね。で、ヨッシーはこうやってコーラを食べると、なんとほらすごいでしょ、炎を吐いたりできるんですね。あ、またありますね。あ、中間ゲートですね。で、死んだ場合には、ここからまつあの続けられるってことですね。で、これまたヨッシーの弾がありますね。ほら、このワンナップです。ヨッシー持ってる状態で、なんだっけ、なんだっけ、卵を開けると、あのワンナップですね。あ、こんな感じでほら、お助けブロックがいっぱい出てますね。あの黄色の、あ、なに、あ、はい、こんな感じです。なんと、さっきの赤い実を、10個食べると、キノコがヨッシーから生まれます。これ当時もさ、どういうことなのって思ったんだけど、赤い実を10個連続で食べると、あのキノコが生まれます。で、今横にある、桃の実、桃色の実を2個食べると、なんだっけ、お助けコイン。コインをなんだっけ、何枚か連続で取ると、ワンナップが出てくるっていうやつがありますね。それが、出てくるようになってます、ね。ヨッシーは何でも食べちゃうよ。あれあれ、この辺入れなかった。
入れましたね。あ、ここはね、ここは基本的にこれブロックを持って上に投げるんですよ、こうやって。で、あのこれだとめんどくさいんで二段ジャンプが一番楽ですね。これ、これ二段ジャンプが一番楽ですね。あ、これでワンアップがありますね。二段ジャンプやっていくとあのすごい楽ですね。二段ジャンプの練習的なあのとこです。ああ、それで調整してる。あの、なんだっけ。そうならないように調整してますね。調整。画面の調整してますね、かなり。で、ああまたやっちゃったあ、またやっちゃった。今ね、ゴールテープを切ろうとしてね、間違っちゃった。さあ、どんどん進んでいきましょうかね。あのマリオワールドは BGM も素晴らしいですよね。こうやってお助けがいっぱいありますね。こうやって落ちないようにお助けがいっぱいありますね。確かここだっけ。あ、ここですね。ありましたね今。使われてますね。あはい、こんな感じで、糸も退屈しますね。まあ、ご愛嬌ということで。間違えた。あ、そうか、もう死んじゃったからドラゴンコインが、あ、取れ、ダメか。じゃあクリアしちゃいましょうか。あ、これ、これはね、今のはコインを30枚このステージ集めると、なんだっけ、あの30枚集めるとワンナップが出てくるってやつですね。これは100点、今のやつは、100点集めると、ボーナスステージにあの行けるようになってます。100点、あの100、あの100集めるとね。ちょっともう一回行きましょうか。あのドラゴンコインせっかくだから全部集めましょうか。ドラゴンコイン、いや私ね、そんなにうまくねえよ実はゲームはね。だからあのよくあの RPG ばっかりあのニコニコ動画でやってるのはなんだっけ、ゲームさんうまくないからね。神プレイとかはちょっとあんまできませんね。あ、よしーよしー。ただゲームは大好きです。大丈夫、ヨッシーは無敵ですから。ヨッシーは無敵ですからね。ヨッシーは無敵なんで大丈夫ですよ、ね、ヨッシーは絶対にね、あのなんだっけ、あのなんだっけ、お亡くなりになることはありませんのでね。ヨッシーはね、あのなんだっけ、溶岩に落ちようが何しようが絶対にあの生きてますんで大丈夫ですよ皆さん。あ、ちょっと足りなかったね。コイン30枚取ると、今のところでワンナップが出るんですけどね。落ちたヨッシーは次のステージに移動してますね。よし、じゃあ次に行きましょう。ちょっと待ちくださいね。よし、行きましょう。あ、これ、このトゲとかはスピン。
スピンだと乗れますね。あ、ここはヨッシー連れてきたものだけですね。ここ、ここはヨッシー連れてきたもの、ヨッシーは食べてくれるんでね。こんな感じ。あ、はい、こんな感じ。なんと一度クリアしたステージは、スタートボタンを押してセレクトを押すと、なんと、これ重要なテクニックですね。あの、戻れるってことですね。で、ここは一旦戻ります。これ戻らないとね。で、これは上に上げて、これですね。なんとこれ敵をたくさん倒していくと、なんとワンナップしますね。なんと今回はスターでこうやってあの連続で倒すと、ワンナップします。ワンナップ、これがいい、あの、なんだっけ、面白いところですよね。スターを、あの、なんだっけ、あの、スターで敵を一気に倒すと、あの、なんだっけ、ワンナップするんで、あの、連続でスター取ると、あの、どん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 、あの、アップしていくとですね。さあ、じゃあ次、塔ですね。ここがワールド1ですね。ワールド1の、あの、とあのボスですね。あ、じゃあここでもうちょっと、あの、なんだっけ、裏技を。ジャンプ中に上を入れると金網につかむことができます。で、さあここでちょっと裏技です。裏技ではないか、なんとあの、ここでもうあの残機アップですね。残機アップ、残機アップしていきましょう。あの、残機アップですね。あの、これなんとね、アイコンバージョン落ちなければ、あの、こうやってほら、あの、どんどん点数が溜まっていくんですね。点数が、今回はね、こうやってなんか、あの、簡単に残機、あの、に、あの、稼ぎができるようになってますね。で、これ金網を叩くとこんな感じで裏に行けますね。あんまり残機は気にしなくていいですね、今回は。これも当時、あの、なんだっけ、甥っ子に見せたら、なんだっけ、何それってびっくりしてましたね。こんな感じで、こんな感じで残機アップができるってことですね。この城にヨッシーの仲間が捕まっている。ヨッシーの仲間ですね。この城のコクッパとの戦いに溶岩の池に落とし合いだ。あの、シリーズ相撲ですかね。で、どうすんですね。この辺はやっぱスーパーファミコンの技術の、あの、技術ですよね。ファミコンでは無理なやつをこうやっていろいろ見せて、あの、くださってるという状態ですね。これギリギリに行けば、あの、これで当たらないんですよ。さあ来ました、落とし合いですね。はい、終わりです。一瞬ですね。基本的にあまりボスは強くないですね。ボスは。あ、こういろいろ、サンキューですね。ヨッシー島のお城で最初のコクッパを倒したマリオたちは、クッパの魔法で卵にされた仲間を助け出し、ドーナツ平野へと旅立つので ありました。じゃあ、ドーナツ平野行きましょうかね。で、あの、なんとセーブできますね。こんな感じで、セーブ。これがいいですよね。あの、セーブできるっていうのが。これ、ロンチですよ、ちなみに。ロンチ。これが、あの、スーパーミコンと一緒に発売したんですね。あ、ここです。これですね。さあ、来ました。これ、羽は、あの、今回のマントマリオですね。これで、な、空が飛べます。空が。しかも、なんとね、これ、ずっと飛べるんですよ、これ、ずっと。ずっと飛べるんですよ、これ、ずっと。あの、なんだっけ、尻尾マリオと違って、あの、制限がないんでね。あの、ずっと飛べます。ずっとだから、なんだっけ、あの、ずっと飛べるんで、なんだっけ、あの、はっきり言ってしまうと難しいステージは、あの、飛んでいけばいいだけですね。で、これも、あの、弾消せるんですよ、こうやって弾も消せるの。だ、もし、あの、難しくクリアできねえってステージあった場合には、あの、なんだっけ、あの、飛んでいけば
あれ、こう入れなかったかな。ありますね。あ、ここはあれですね。こうやって当たり、丸。あ、ブーブー。あ、ブーブー。あ、ブーブー。あれ？あれ？あ、全部外れ。全部、これ全部、あの、丸を2回当てると、なんだっけ、あの、き、あ、やっちゃった。これ中間地点ここにありますね。ちなみにこれあれ攻撃でも使えますよ。攻撃こうやってこうやって今画面揺れましたよね。あれが攻撃ですね。あ、マジか。あの攻撃でも使えますよ。攻撃の、さあこれ出て言うですね。ひでえな、うん、でこれ下から叩くと、あ、あ、やばい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 、あれドラゴンコインどっかで取り忘れてんな。あれドラゴンコインどっかで取り忘れてんな。あれまあいいや。じゃあここであれですね。でここでじゃあ次のちょっとあのあれですね、隠しにちょっと行きたいと思います。隠しですね。あと鍵ですね。鍵穴がありますね。鍵穴が、そうするとなんとあこんな感じで通常とは別なステージに行ける形です。あのワールドはね、こういうなんかいろんな隠しが多いですね。隠しがこれヨッシー連れてくると簡単ですね。あのヨッシーに全部食べていただければいいだけですからね。ファイヤーかヨッシーでくればあのめちゃくちゃ楽ですね。ここはで、ここは面白いとこですね。ここなんと、あーあーあああ何も言うことはない、ね、あんな感じでなんだっけ、あの太っ、あの膨らんで上に、あ、お疲れ様です。あの膨らんで上に行くってステージです ね。完全にあのなんだっけ、あのミスりましたね。こっちはないですね。さで、ここはまたここにまたありますね。ちなみにこれ急いで履かないとヨッシーたまにあれなんですよね、消化しちゃうんですよね。あ、鍵穴ですねこれで、ここで鍵穴を使うとなんとお化け屋敷ですね。お化け屋敷、お前んちお化け屋敷ですね。でお化け屋敷はヨッシーがなんと怖がってるんで、いけません。あのお化け屋敷はヨッシーが怖がってるんでいけないので、マリオが単管で行くってやつですね。あー、危ない危ない、あーあーあああ何やってんだよ状態ですね。でここはあれですね、こんな感じでゴーストを引き、あの引き、ギリギリ引き寄せていくって感じですね。
ここ、ここを取っておきましょう。今のところ。で、ここありますね、またスイッチ。ね。スターのしまいの入り口があるらしい。で、これですね。これを持って、で、ここでちょっとあれですね。また裏技っていうか別ルートですね。で、さっきのとこ行くと、ほら、入り口あるでしょ？でも、あそこに行かないで、今回はこの上に行きましょう。上。はい、ここにもありましたね。さあ、来ました。ね。あの、5、あの、バーサス5、あの、号数ですね。3回、ブロックを当てれば、終わりですね。はい、終わりです。はい、来ましたね。これがスターロードですね。これがスターロードになってます。スターロード。裏ステージですね。だけど、ちょっとこの前に、ちょっといろいろやっていきましょう。スターロード行く前に、もう一個のスイッチを、押しに行きましょう。もう一個のスイッチを。もう一個のスイッチを押しておくとスターロードがめちゃくちゃ楽になりますんでね。さあ、今度こそね、成功させるぞ。あ、こんな感じ。はい、出ましたね。外れ外れあ、やった。2はアップですね。外れ2アップでしたね。さっきあとどこだ、あぶね、さっきあと1枚コイン取ってなかったよね。マジか。なんかそんな感じがしたよ。あっ、うん、おじさん、これクリアできるか、なんか怪しくなってきた ね。ちょっとクリアできるか怪しくなってきたよ。あれ、あとドラゴンコイン1枚どこだっけ。さっきドラゴンコインなんか1枚取れなかったよね。まあいっか、普通にクリアしましょうか。普通にクリアしたいと思います。あ、間違えました。で、ここで、ギリギリまで待って、はい、これです。こんな感じです。これ最高40だったかな、確か。40取れるんですよね、最高。ギリギリまでやると。あ、ここですね。ここに、なんだっけ、ちょっとスイッチがありますんでね。そちらを押していきましょう。あ、なんと強制スクロールですね。みんなのトラウマじゃないかな。みんなのトラウマですね。挟まれるってやつです。はい、こんばんはです。ね、ここでみんなで挟まれるっていうのはよくあったんじゃないですか。あれどこだっけ、あれどこだっけ、スイッチちょっと覚えてねえんだよ。あ、やべ、あ、まあいっか。
この上だっけ。あ、そう、ありました、ありましたね。あれ、あれが、なんだっけ、もう一個のスイッチですね。緑のスイッチのとこですね。あ、50だっけ。ギリギリで50か。さあ、これが緑のスイッチですね。で、ここは、またここちょっと変わってるんですね。こんな感じで。ダッシュしましょう。はい、こんな感じです。で、これで、今度は緑のブロック、あの点線のところが、緑のブロックになります。これは、なんと叩くと、この羽、羽がもらえます。羽、羽。じゃあいよいよスターロードに行きたいと思います。スターロードは確か2回クリアしなくちゃいけないんですよね。でまず通常のクリアをしてから、あーでもどっちでもいいか。ここねやりすぎると、こうやりすぎるとね、こうやりすぎると壁に挟まって死んじゃうんですよね。これ羽で横に行けるんですよ、こうやって。これやりすぎるとあの壁に挟まって死ぬんですよね。だからこれあのほどほどにしないといけないです、ほどね。あ、こんな感じで。スターロードは、なんだっけ、今みたいに、なんだっけ、鍵穴で先に進んでる感じですね。いや、やりすぎると挟まっちゃうんですよね。そう、壁の中にいるってやつです。ちなみにこれこうやっていくと、なんだっけ、あのどんどん上に登れるんですよね。下手くそだな。下手くそだな。こんな感じで、こんな感じで。だから取り逃したって言ってもあの問題ないんですよ、こうやって。あのどんどんこうやって戻れるんですね。でこっからちょっとあれですね。あれ、こっちじゃなかったっけ。あ、違う、逆か、逆か。あれ、ほら、あれあれあれ、今のあそこに行くと、あの、なんだっけ、あのワンナップするんですよね。あ、今の赤ヨッシー、あれ、赤ヨッシーはなんだっけ、何でも食べると炎ですね。炎、何でも食べるとあの炎が、になるやつです。あのでもちょっと今回使いませんね、多分。使うのは次で手に入るあのヨッシーですね。あ、これがボーナスステージですね。これはね、あのマントじゃない方がやりやすいですね。マントじゃない方がやりやすい。チャン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 。まああの絵柄があったらあのその分キノコあのもらえるってやつですね。さあ、じゃあ次行きましょうか。じゃあここはまずクリアしましょうか。これ食わせればいいんですね。ここはね、あのただ 上にこうやって行けばいいだけですね。ここはただあのこうやってあの上にあのなんだっけ。これでクリアできます。結構マリオワールドはね、あの救済が多いんで、あの基本的にこうやっていけばあのクリアできますね。だからなんだっけ、このマリオワールドでやっとマリオシリーズをクリアできたっていう方も多かったんじゃないかな。あ、ヨッシー手に入れちゃったからあれか、別に最初にあれか、鍵開けてきてもいいのか。で今回のこの青ヨッシー、これはなんとどんなキノコでもいいから食べると空が飛べます。空、あの通常は青色のキノコ食べないと空飛べないんですが、ヨッシーはなんとあのこの青ヨッシーは初めからどんなあのなんだっけ、あの木のあの甲羅を食べても空が飛べます。空が、だからすごい楽ですよね。
やばい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 よしーよしーよしーよしね、髪は無慈悲である、ね、行かないでですね、本当に。特にね、私みたいなね、ヌルゲーマーにとってはね、すごい助かりますよね。で、ここで、よし。ヨッシーを、欲しい場合には簡単ですね。さっき言ってましたよね。まず、来たら、ヨッシーに食べさせて、復活させます。そして復活させたら、スタートボタンを押して、セレクトを押すと、こんな感じで。こんな感じです。これがすごい今後の、なんだっけ、パターンですね。さあ、ここは、あ、マジか、マジか。これ、このコインを一定数取ると、ワンナップですね。ちょっと間違えましたね。じゃあ、とりあえずまずクリアしましょうか。だから、なんだっけ、あれ？トゲトゲを、かなり数貯めて、なんだっけ、さっきの押すとすごい稼げますね。あ、西方さん、ナイスパーありがとうございます。エージャブ付きの経験先生。西方さん、なんと、朗報あるんですよ。私、ニンテンドー、スーパーファミコン、ファミコン、バーチャルボーイの AC アダプター、15V の AC アダプター、なんと、5個あるんで、安心してください。皆さん、安心してください。あれでしょ？なんだっけ、壊れたらどうするんですかっていうのは、AC アダプター5個ありますんで、大丈夫ですよ。で、このなんだっけスーパーファミコンも、コンデンサーこ自分で交換しましたんで、ご安心してください。たまに映像切れたりするかもしれないけど、なんだっけ、基本的に大丈夫なんでね。さあ、上に行きましょうか。で、これでまた行きましょう。なんだっけ、バーチャルボーイ用、スーパーファミコン用、ファミコン用、AV ファミコン用で4つあって、予備に1個あるんですね。さあ、じゃあ次はここですね。さあ、こっからですね。さあ、こっからが大変なんですよ、こっからが。こっからがね、本当に難しいんですね。でもね、簡単です。でもね、実は簡単です。なんでかというと、飛べるからですね。はい、飛んでいきましょう。はい、飛んでいきましょう。はい。なんと、これができるから、簡単ですね。本当に、なんだっけ、マリオワールドは簡単ですよね。だけど簡単だからこそ未だに愛されるんじゃないのかな、結局は。激ムズ難易度だとね、やっぱどうしてもほら一般の方々だとなんだっけ諦めちゃう部分もありますからね。俺にはクリアできないって諦めちゃうんですけど、スーパーマリオワールドはやっぱこうやってね、なんだっけ、あ、ここですね。このほら下に何かありそうでしょ。ここに行きましょう。あ、何かありますね。で、これでまた先に進めますね。で、じゃあ今度は普通にクリアしましょうか。これが青キノコですね。今のが青キノコ。あれが通常、あれを食べないと、空が飛べないんですね。今の食べないと、通常は。だけど、この、なんだっけ、青ヨッシーだと、そういう、コーラの制限がないので、なんだっけ、すごい助かるんですよね。
だからな、あ、青吉は多分一番みんな使ったんじゃないのかな、青吉は。これどっちだっけ、ここだっけ、うん、なんかそんな気がした。間違えた。まあいいや。青ヨシ使えば本当に簡単ですよね。もし青ヨシとかヨシを使わないってなってしまうと難しいですね。逆に。なんと、しかも皆さんこれすごいんですよ。このスターロード行くとワープできるんですね。ワープ。見てください。なんと、ラスボスですね。だからこれタイムアタックでは10分ぐらいクリアできるのかな、今タイムアタック10分。なんともうラスボスですよ、これ。あとラスボスに行けるんですね。こんな感じでスターロード行くとあっという間に。あー、ここか。ここもあのなんだっけ、青ヨシ使えば簡単ですね。ここも青ヨシ使うなってなると地獄でしょうね、間違いなく。あ、そうか、ここか、上か。あれ？あ、逆か。あ、やばい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 。ヨッシーが。あ、あれ、これ上だっけ。これ確かにさっきのとこだよね。あ、やばい。あ、よしーよしー。あ、またやっちゃった。まあ一回クリアしましょうか。あ、これが40ですね。これが40です。だから50ですね。さっきの上だったよね、確か。で、これで、これつながっ、スターがつながりましたね。スターが。じゃあ、また、青ヨシーちゃんを仲間にしていきましょう。ちなみに、皆さん、これすごいのが、容量が、4メガビットじゃなかったっけ？確か、容量が。4メガビットってことは、0.5 メガバイト。なんとこのゲーム何がすごいかっていうと、皆さんの今デジあのスマートフォンで撮った写真の容量よりも少ないですよ、これ。それをね、あ、なんだっけ、以前何年前だっけ、 3,4 年前に高校生の方に言ったら、そんなわけねえだろって真顔で言われたんだけど、これ 0.5 メガバイトなんですよ、このゲーム。だからなんだっけ、今のスマートの写真って3メガバイトとかあるんで、そう、すごいですよね。だまさに昔の人のなんか技術屋さんって感じですよ。まあ今はほら、あ、なんだっけ、今のゲームの容量がすごいのはあれもありますからね、なんだっけ、今のゲームの容量がすごいのは音声データとかもありますからね。あったあった、ここですね、これ。これが裏ステージですね。さあ来ました、裏ステージですね。ここが当時の子供たちは難しかったんじゃないかな。
ね、まさにスペシャルステージですね。お楽しみコース。ね、名前がさ、おたの、ね、スターロードお楽しみコースですね。ね、お楽しみって書いてあるけど難易度は互角ですね。あ、ここ面白いんですよ、ね。ここまで来るとは思わなかった。ここから先はスペシャルコース。クリアすると少し新しい恐竜ランドを楽しめます。ここね、ヨッシーがね、連れていけないんですよね。あれ、ミスっちゃった。確か飛んでいけたはずだな。こんな感じで。なんか、なんか微妙にね、ヨッシー連れていけるんですよ。ああ、よし捨てましょうか。よし、ごめんね。また捕まえに行くから大丈夫だよ、よし。また捕まえに行くから。確かね、前なんかよし連れて行けたはずだな、確か。あれ。ちょっと待って、なんか微妙にうまくいかね。あっちなんかあったな、そういうの。で、ここは羽があると楽勝ですね。羽があると。ここ晴れなかったっけ？晴れなかった。あ、取れなかった。あ、ここはあれですね。そっか、ここ、いろいろあったな、こういうのが。あー、そっか、ここか。あ、ここか。今んとこですね。そうだ、久しぶりだからちょっと忘れちゃってますね。ちょっとヨッシー持ってきましょうか。またちなみに、なんだっけ、なんだっけ、羽、さっきの羽とかは、はい、こんばんはです。すぐに回収できますよ。これ戻って、この最初のところですね、ここ。ここで、踏んで、手に入ります。で、敵を消して、もう一回やって、これですね。で、これでまた踏む。で、取ったら、こうやって、これやれば、簡単ですね。で、次は、また。で、また、よし、長めにしましょうかね。だから、なんだっけ、本当に、このワールドからかなり、やりやすくなりましたよね。簡単になりましたよね。マリオブラザーズ2は、本当にクリアできる気がしない。でも、なんか、クリアしたいけどね。さあ行きましょう。お楽しみコース。本当はね、ああ、ここか。これジャンピングコースですね。こうやって、まあ、こ、ここ実はヨッシー、ここ実は青ヨッシーならいけるんです。ここ昔ね、ヨッシー捨てないといけねえのかって言われたんですけど、青ヨッシーならこんな感じでいけます。青は強いね。青はみんなも使ったんじゃないかな。青はあ、来ましたね。来ましたね。ここも面白いですよね。ここはあの変えていくとこですね。これを変えて進んでいくとステージですね。確か変えなくてもいけたはずな。
確かね、なんだっけ、あの結構あのなんだっけ、あこれはね、あこんな感じです。なんとスペシャルステージですね。スペシャルステージ、あのよかったらボーナスステージですね。これヨッシー連れ込んだらダメですね。ヨッシー連れてこないと、ヨッシー連れてくるとあの行けるスペシャルステージですね。では下に行ってくださいってですね。なんとこれでクリアですね。あれ？これでクリア扱いだっけ？あれ？これでクリア扱いになるんだっけ？もう一回普通にクリアしましょうか。普通に。なんだっけ？なんかね、このゲームね、なんかそのクリアするあの案件みたいなやつがちょっと変わってて、なんだっけ？今ので、あの、あれ、だから2回 ?2 回やんなくちゃいけないか、買ったりするんですよね、2回。だから、なんだっけ、鍵使って、なんだっけ、行く場合と、あ、やばい、これやばい。あー、大丈夫か、ギリギリ間に合った。ここでしたよね。ここはね、ちょっと、こんな感じでこれも当時発見した時にクソみんな笑ってましたね、甥っ子がねえ、ここもヨッシーしなくちゃいけねえのかと思うじゃん。こんな感じでヨッシーしなくてもいけるんですね。はい、こんばんはです。ヨッシーしなくてもいけるんですよ、こうやって。これも当時見つけましたね、当時。あ、今のはね、なんだっけ、虹色ですね。虹色を食べると、すべての効果ですね。今のドスン。ドスンっていう効果が出たり、なんだっけ、ファイヤーが出たりっていう、なんだっけ、さまざまな効果が出るやつですね。あ、やばいやばい。ヨッシー、ヨッシー、何も言うことはない、ね、こうやってよくミスります、ねね、もう一回ヨッシー連れてきましょう。さよならですね。あ、でも最近のマリオはあれですよね、なんだっけ、一発でちっちゃくなんないんですよ。最近はまずなんだっけ、一回くらっダメージ食らってもスーパーマリオ状態に戻るだけで、いきなりなんだっけ、ちびマリオにはならないんですよね。そういうのはなんかすごい今のマリオは、すごい優しくなりましたよね。あとなんだっけ、仲間がいればなんだっけ、すぐに復活できるようになってますよね。あぶだぶだ。あ、マジか、マジか。あ、マジか、またか、またか。あなんだろう、下手くそだな、やばいな、やばいな、ちょっと下手くそになってきたぞ、ね、ちょっとあれだね、ちょっと落ち着こうか、ね、ちょっと落ち着こうか、ね、素数を数えて落ち着きましょう。
やっぱね、年を取るとね、反応速度が遅くなりますよね。ね、なんだっけ、こう、なんだっけ、昔のこう感覚でやると絶対ダメですね。もう手放さないよ、ね、ああそうそう、距離感が、そうだね、距離感がつかめなくなりますよね。でも逆になんだっけ、そういうのをこう練習するといいのかもしれないですよね。だからなんだっけ、それでほら、もう無理だからって言ったら諦めちゃうと終わりなので、なんだっけ、そこで諦めないで、なんだっけ、またこうやっていくってのはいいんじゃないかな。もう取らない方がいいか、逆に。あれあれさ、逆に取らない方がいいかもしれない。あれ、あ、ここ滑るのか。あ、原因分かった。ここ滑るのか、ここ滑るんだ、ツルツル。あ、なるほど。あ、やばいやばい。あ、ここ滑るのか。あ、なんだ、原因分かった。滑るんだ、このステージ滑るの。あ、だから先からツルツルツル押してんのか。原因が分かりました。あれ、なんでこんなやられるのかなと思ったら、忘れてましたね。あ、滑るのね。となるとスター取らないとやっぱダメか。スター取らないときついか。敵のほら波状攻撃が来ますね。なるほどね。なんでサッカー滑って落ちてんのかなと思ったら、そういうことだったんだね。いや、てっきりおじちゃんがなんかついに手足が言うことを聞かなくなっちゃったのかなと思って。気をつけないといけないね。そうするとあれか、ギリギリで甲羅を食べるか。ギリギリで甲羅を食べて飛んでいきましょうか。わかった。じゃあ攻略わかりました。なんだっけ、さっきのスターの出る手前でもう甲羅食べちゃって飛んでいきましょう。それだと簡単ですね。それだと。な、最初甲羅を食べて飛んでいって、またギリギリで飛んでいきましょう。ちょっと待って。はい、こんばんはです。ここですね。これで簡単ですね。これで簡単です。なるほどね。あれ、下氷だったんだね、あれ。なるほど。だから青いブロックでした。青いブロックだったんですね。原因が分かりましたね。あ、ちなみに今来た方にご説明すると、これは実機ですね。実機で、なんだっけ、RGB 端子で、やっている実機になってます。なんだっけ、まあ、昔の、なんだっけ、感覚からすると画質が切れすぎるのは、RGB21 っていうケーブルで、最大画質まで上げてますんでね。これは実機の、スーパーミコンでプレイしてます。なんだっけ、レトロフリークとかではありませんね。レトロフリークとかでは。ここは、ここほら、オープニング。ここオープニング。オープニングですね、ここは。ここオープニング、オープニング。ここオープニングですよ、オープニング。あ、これはあれですね。
こんな感じで、はい、あ、ドラゴン、はい、こんな感じでまた残機アップできますね。あぶねあれひでえな、あれひでえな、どうしようか、あれあれひでえな、あれはひどいな。そう、二段ジャンプか、よし、あれもひどいな、目の前もひどいな、目の前もひどいな。あ、やっぱりそうか、いや、なんだっけ、うん、まあ、残機は多分99になりますよ、簡単に残機はね。あー、ここか、ここか、あー、あ、よしーよしー、あ、やべ、よしー、危ない危ない。でもちょっと面白いですね、こういうの。危ない危ない危ない。よしーよしーこういうギミック面白いよね、ほんと。よし、飛びます、ね、今のは二段ジャンプですね。あえて2段ジャンプして、ハンマーブロスを倒すことができますね。ああ、なんだっけ、あのプクプクは、水がなくなると体当たりで倒せます。体当たりで、あ、あと2つですよ、ね、あといよいよあと2つですね。あと2つになりました。あ、ここあれですね、花ちゃん来た、花ちゃん、ね、これ花ちゃんですね。なんとヨッシーは炎も食べれますねこれはさすがにやりすぎだけどね、花ちゃん、これ花ちゃん、ね、ヨッシーは花ちゃんも食べちゃいますよ。本当ヨッシーいると、ね、花ちゃん、あ、やばい、ヨッシー、やばいやばいやばい、よしー、ちょっと待って、あー、ここか、あー、マジか、マジか、あ、やべ、これやべえな、これやばいぞ、これやばいぞ、これはね、本当にやばいぞ、これ、あー、これやばいぞ、これ、これやばいぞこれやばいぞ、2連同時がきつい、なぜか大砲撃ってくれないこれどうしようか、あー、ダメか、あー、やっぱダメか、やっちゃったな、これやっちゃったな、これはやっちゃいましたね、完全に完全にやっちゃいました、ね、
さっきのところはヨッシーをちょっと捨ててあのジャンプすればよかったね。あそこはあの来たキラーの上をあなんだっけあのそのなんだっけ踏んで上に上がるっていうステージですね。あとはダッシュしてなんだっけ飛んであの飛び越えるとかね、あのそういうステージですね。さっきのところは久しぶりにやるんでステージの先がちょっと分かんなくなってますね。花ちゃん、花ちゃんで無限アップってどうなんだっけ。花ちゃんの無限アップは分かんないな私。なんだっけあのいや無限でも無限は使わなくていいんじゃない。あの他でもあるんですよ無限アップって。あのものすごい無限アップとかあるんですけど、なんだっけあの一気になんだっけ 40機ぐらい稼げるとかあるんですけど、はいこんばんはです。まあ必要ないんじゃないかなあんまり。それほどなんだっけあの多分あのこの一番今一番難しいスターロードやってるんで、あのここがクリアできればあのそんなにあの難しくないですからね。ここが一番難しいんでこのスターロードが。えマジかマジか、あマジかマジかマジか。マジかマジマジかよ。ここでこんな感じで復活しますね。でここも同じこの粉ハンマーブロスまたデザインいいですよね。あれあれあれなんかタイミングが悪い。そうあそこはジャンプ台持ってくるんですね。ジャンプ台ジャンプ台持ってくのが一番あれかな。あーなんだっけ嘘あーやっぱりあーやばい死んじゃう死んじゃう危ない危ない。ちょっとチビで行ってみましょうか。最終はチビでこの状態で。あこれはあのなんだっけどあの下に雷が落ちるタイプですね。あちなみにね今の上のやつを倒し方あれどうやって倒すんですかって思うでしょ。なんとあ間違った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 。今のなんだっけ甲羅を斜めに投げるっていう技を使えば倒せるんですよね。斜め甲羅を斜めにあの投げるっていう技があるんですよ。ああまた間違っちゃった。戻ってくれるかな。ああさっきの通りだ。甲羅をね斜めに投げるっていう裏技があの技があるんですよ技が。あこれいましたね。でっていうですね。デッテユーさん？デッテユーさん？あのどないせいっちゅうねん。どないせいっちゅうねん、デッテユーさん。そんなとこで。ねえ、どないせいっちゅうねん。時間なくなっちゃってるし。
あ、やばいやばい。それ今そのボールは予想外だな。あーダメか。いやー、でもちょっとチビで行ってみましょうね。これですね。はい、倒しましたね。今あんな感じで、あんな感じ。今斜めに甲羅を当てるって技ですね。今のやつを使うと、なんだっけ、斜め上のやつを倒せるってやつですね。あ、マジか。あれ、ここに何もなかったっけ。キノコが欲しい、キノコが欲しい。うわ、これきついな。やべえなこれ。やっぱ取ってこようか。やっぱ取ってこようか。なんだっけ、ちょっと おじちゃんの腕では無理な気がしてきたな。取ってきましょうか。なんだっけ、無理して、なんだっけ、こんなとこで時間食ってるのもあれだし、ね、そうだね。マントがあるかないかで全然違いますね。アクションゲームはやっぱやりすぎはダメですね。アクションゲームはダメでした。マリオはね、そうですね、マリオはなんかこうみんなでワイワイやると楽しいですよね。だからマリオパーティーとか人気があるのはそれですよね。マリオパーティーとかがすごい人気なのはそれが理由ですね。よし、これでもう飛んでっちゃいましょう。音楽もいいしね。マリオはなんだっけ、 BGM も素晴らしいんで、普通になんか作業用の BGM と聞いててもいいですよね。あぶねえ。ね、もう飛んでっちゃいます、ね、卑怯とは言いますまいです。でこれ飛んでった先で落ちるんでしょ。よくマリオワールドあるあるね、飛んでいって、なんで飛んでいった先で落ちて死ぬっていうやつですね。危ね、ぴったりだ、ぴったり。マントは本当に楽だよね、マントがあると。それはないだろ、おっかさんです ね、それはないだろ、おっかさんですね。あ、はい、You ですね。 You are、スーパープレイヤーですね。 You are スーパープレイヤー。はい、これで、スターロードが、
ね、クリアしました。これでスターロードクリアです。スターロード、さあ、ね、ではスターロードの、この先は何があるのか。で、以前、昨日なんだっけ、昨日じゃない、前、リスナーさんから、休憩取ってほしいって言われましたんで、じゃあ今ちょっと休憩取りましょう。じゃあ3分ぐらい、休憩取りますので、よかったらお手洗いとか、お飲み物か取りに行ってください。じゃあ、次は、9時27分から再開しますんで、よかったら皆さん、ご休憩してください。27分から再開します。よかったら、お手洗いとかお飲み物とか食べ物とかね、取りに行ってください。よろしくお願いいたします。じゃあ一旦休憩します。はい、皆さん再びこんばんはです。では、そろそろ再開の方していきたいと思います。どうですか皆さん、休憩取れましたか。まあ皆さんはね、なんかお茶とかも見ながら、笑っていただければいいと思いますのでね。じゃあ、あれですね、まずご説明ですね。今回第2回の、任天堂ゲームソフトを、全て、プレイするという、企画になっております。今回は、スーパーファミコン、実機ですね。で、スーパーマリオワールドをプレイしております。画質がすごくいいのは、RGB21 という、ケーブルを使って、最大画質で HDMI に変換してますのでね。なのですごい画質が良くなってます。よかったら、生配信、あ、なんだっけ、生放送のね、高評価グッドですね。よかったら、高評価のグッドもよかったら押していただければ助かりますんでお願いいたします。あとコメントできるのはね、申し訳ございません、チャンネル登録して、5日以上経った方のみになってます。よかったらこの機会にチャンネル登録していただければ助かりますんで、よろしくお願いいたします。
来週もね、もちろんやりますので、なんだっけ、週末の来週のね、でコメントできますんでね、よかったらよろしくお願いいたします。多分今日でスーパーマリオブラザーズの完全クリアは無理だと思いますので、来週もやりますので、ね、よかったらお付き合いください。そうですね。じゃあ進めていきましょうか。では、スターロードの先には一体何があるのか、ね、この先には一体何が待ってるんだですね。あれっていう、なんと秋ですね。秋になりました、ね、秋になっちゃってましたよ、みんな秋に、ね、なんと秋になってしまいましたね。あ、間違ってた。あ、間違ってないのか、いいのか、ごめんなさい、間違ってはいないか、間違ってはいますね、間違っては。危ない危ない。あ、間違った間違った。これ完全に間違い、これは。あ、羽が。いけた。危ない危ない。いいか、危ない危ない。マジか。下手くそすぎるやろ。で、これを押してここですね、ここ。あ、ここやりやすいですね。思いっきりミスってますね。でミスではないって言ったのはあれですね、こちらにもこんな感じでほらステージがあるからですね。はい、お風呂行ってらっしゃい。あ、ここも滑るステージですね。あ、見てください見てください。なんとなんと、見た目が、なんとマリオになってますね。なんと見た目が、あ、見てください、ほらハロウィンバージョンですね。なんとスターロードをクリアするとこんな感じでハロウィンバージョンになってますね。見た目が変わるってやつですね、敵の見た目が。こんな感じで。これも当時は驚いたんじゃないのかな？こんな感じで。ハロウィンバージョンですね。あははは、マジか。これ滑るんだよね、このステージ。あ、ここが俺、あれですね。こんな感じで。あ、これですね。膨らみマリオですね。ハロウィンバージョンですね。うん、ね、私もね、当時ね、こうなるんだよって説明したらね、なんだっけ、そんなわけねえだろって真顔で言われましたからね。当時これを言ったらね、そんなわけねえだろって言われましたよ。大丈夫ですよ。普通に真顔で言われましたよ。ねえ、そんなカメックがカメックっていうかカメがマリオになるわけねえだろうって話で。でこうやってこんな感じで先に進めるようになってますね。だからすごいですよね、この頃からこうハロウィンの様相を取り入れてるっていうのもなかなかすごいですよね。あ、違う違う、だからある意味2周楽しめますよね。2周なんだっけ、通常バージョンも楽しめるし、こういうハロウィンバージョンも楽しめるっていうんで、ある意味2周楽しめますよね。まあ、ここからはあんまりなんだっけ、青吉も必須ではないんですけどね。ここからはもうなんだっけ、スターロードのなんだっけ、クリアしたんで、スターロードクリアすればあんまりなんだっけ、青は必須ではないんですよね。まあ、あれば楽ですけどね。
よし、じゃあどんどん進んでいきましょうか。結構この独特のこの音楽もいいですよね。この音楽もいいですよね。ドークスの。ワールドは本当に全体的に音楽が素晴らしいよね、本当に。まあ、青は一番やっぱ飛べるってのは一番やっぱあのいいですよね。しかしこのヨッシー何でも食べるよね。ね、何でも食べるよね。なんかあれなんだっけ、なんか4コマか何かでさ、なんだっけ、あのマリオ、なんだっけ、朝起きたらヨッシーにマリオが食べられたっていうのがなかったっけ。なんだっけ、あのヨッシーがあまりにも 腹が空いちゃって、なんか朝起きたらマリオが食べられたっていうなんか4コマを見たことがあるな。やってしまいましたね。やってしまいましたね。これ一回降りた方がいい。落ちましたね。そうですね、どんどん行きましょう。で、次お化け屋敷ですね。で、お化け屋敷行く前に、こっちですね、こっちもクリアしましょうか。もうあのこれスピンしながら行けば簡単です、ね、ある意味無敵マリオですね。でも逆にね、マリオはこう簡単になっていってしまったんで、あ、なんか子供向けみたいなイメージになってしまった部分もありますよね。なんだっけ、あのこの頃はなんだっけ、あの難しいゲームが結構増えてきて、あの簡単な、あのなんだっけ、ゲームよりもあの難しい系が増えてきた頃だからね、結局は。でも逆になんだっけ、難易度があのこのぐらいの方が良かったのかもしれないけど、誰でほら結局誰でもクリアできるっていうのはやっぱなんだっけ、あのまあそうだね、あれこれ上だっけ、あれ、あ、ほらありましたね、あのドラゴンコイン、ドラゴンコイン、あれ上にあるんですよ、ドラゴンコイン。でここはギリギリまで粘って下手くそです、ね、でこんな感じでつながりますね。あー、ここね、飛ぶんだよね、飛べ、あーあーですね、隠しです。隠しです、隠し。
あの隠しはね、今扉見ました？出口の扉の色違うんですよね、隠しは。これは当時は気がつかなくて多いんじゃないかな。上にほらテレサがいっぱいいるから、誰もあの上に行こうなんて思いませんからね。なんとここは、なんとここはね、さ、ボーナスステージです。見てください、ヨッシーで、こっちにフラワー、こっちにフラワーですね、これフラワーで、なんとほらここ見てください、羽。つまりここはあの、なんだっけ、セーフティーゾーンですね。セーフティーゾーン、そう、補給地ですね。だここで、あの、なんだっけ、すぐにこうやって補給ができるってことですね、補給が。お、ここはお化け屋敷。ここから生きて出られたやつはいない。出口を見つけてごらん、けっけっけーですね。まあ、これでアドベンチャー的な要素ですね。え、今鳴ったっと。え、今すでに今鳴ったのか。あ、これあれですね。自分でこれ操作。これ自分でこれ操作できるんですよ、こうやって。自分で。これ。こんな感じで。はい、こんな感じ。これはあの自分であのコインを操作してあのこうやって出すっていうやつですね、今のは。これ当時分かんなくてね、何なんだこれと思って、あの、なんだっけ、たまたま十字キーを移動してたら、あの気がついた感じかな、たまたま。で、今のところはこれ叩いちゃいけなくて、正解はもう一回入るのかって、確か。で、そうすると、あ、こんな感じです。これ。やりました。あー、スネーク、あ、多分それが元ネタなのかな、もしかしたら。この本当に緑ブロックはお助けですよね。この緑ブロックはあの羽がもらえるから、あの大きいですよね。あれ、下になんかあったんだよね、あれ。これ、確か下に何かあんだよ、これ。あ、ほら。これね、あ、なんだっけ、怪しいと思って昔行った記憶があった。あ、ほら、ドラゴンコインですね。ドラゴンコイン。まあ、これなんか飛べばいいんですけどね。なんだっけ、今みたいにやんなくても飛べば？飛べばいいだけなんですけどね。お、何かありますね。LR ボタンを押すと画面を左右にずらせます。あ、要はこれこんな感じで、あの画面が移動できるんですね、こうやって。だからなんだっけ、あの画面を移動させて、あのプレイすることもできますね。で、これは押すとこんな感じで、で、このまま切り替えないでいくと奈落の底に落ちちゃうんでね。ちょっと画面があれかな、この辺戻しましょう。これまた意地悪ですよ。あ、マジか。マジか。今までヨッシーちゃんダメージ食らっちゃうんだね。あ、また来た。また丸バツゲームですね。お、やった。1個目正解。ブブー。お、2個目、あ、3、正解。
これ完全に運ですよ。あの正解わからないんでね、これ。やった。やりました。結構今回当たりましたね。で、ここに、戻ると、ドラゴンコインですね。今のひでえな。で、今30枚以上取ったんで、あれですね。ワンナップキノコが出ましたね。あ、これか、これ。あー、マジか、マジか。今のは想定外だな。ね、晴れなかったっけ。あ、このピンク色のブロック、これ何なんですかっていうと、これ実はね、ダッシュすると登れるんですね。これ、これこんな感じで、これ面白いですよね。あは、これあったあったあった、これ。これはこうやって、これ、こんな感じで。面白いですよね、こういうギミックが本当に。この辺はよく寝られてますよね、本当に。あ、あれか。そう、壁走りってやつですね。ドキューン。なんで今回のクリボーは踏んでも倒せないんで、デッテウの餌ですね。ね、デッテウ食べてもらいましょう。スピンアタックかな。で、ここはあれですね、スターを取りましょう。スターを、ちょっと待って、あ、いまいちダメだった、いまいちちょっとダメでした。やりました。さあ、2面のボスですね。来ました、2面、ステージ2のボスですね。あー、これか。あれ、これ上に行けなかったっけ。これ確か上に行けた気がするぞ。これ上、上、上、上。あれ、これ上に行けなかったっけ。あー、でも行くのは大変か。行くのが大変だな。これ上に行けらずなんだよ、確か。ああ、なんかそんな気がした。まあいっか、やめましょうか。確かね、上に行くとなんか壁の先に行けた気がしたな。あ、ドスンですね。あとドスンの上もある、今回歩けますね。ビンジャンプは本当に便利だよね。今までね、ドスンとか触れてしまうとダメだったんですけど、ここ覚えてる覚えてる。カロン、何だっけ、骸骨の、ノコノコは、この、確か羽田倒せるんだよね、羽田と。こんな感じで。
羽だと倒せるんですよ。羽だと。だからなんだっけ、羽マントね、マント。マント強いですよね。マントしか倒せない敵とか多いんでね。ほら緑のブロックがなんだっけ、楽になってますね。これこんな感じでまた何だっけ、本当に緑のブロックは様々ですよ。あー、ここか、これこれこれ、3回踏むってやつですね。これはね、敵が上に行って上から落下してくるんですよ。上に行って落下してくるの。だけどなぜかまっすぐ来るんで、なんだっけブンブンと一緒ですね。ブンブンと一緒なんで、こんな感じで簡単に3回踏んでしまえば終わるってやつですね。サンキュー。マリオたちは2番目のコクッパもやっつけて、ドーナツ部屋から地下の世界のバニラドームへと進んでいく。この先どんな罠が待ち構えているのか、ピーチ姫の運命やいかにということですね。さあ、ここはルートが2つに分かれますね。ルート2つ、左側と右側のルートに分かれますね。このなんか地下のBGM 結構好きですね。でん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 。あ、でここね、ヨッシー連れたまま下に行く場合にはこうやってスピンジャンプ、なんとこんな感じで、これすごいですよね。これ今みたいにスピンした状態でヨッシーに乗ると、なんだっけ、いけるんですわ、やって。あー、そっか、ここであれか。あー、そっか、これ2段ジャンプですね。あ、2段ジャンプ、よし、ありがとう、よし、ありがとう。あ、こんな感じです、こんな感じ。で、ここは上に登っていくステージですね。ここは上に登っていくステージです。あーあああああれ消えちゃった、消えちゃったかな、あれ、あ、消えてない、よしよし、まだ慌てるような時間じゃない、まだ慌てるような時間じゃない。ここもなんだっけ、あれ本当になんだっけ、あれ、青で来ると楽ですね。ここも青で来ると飛んでいけばいいだけなんでね。青で来るとすごい楽ですよね。あれです、あれあれ、今見えました、あれ、あそこが確か、ここが確か隠しじゃなかったっけ。あ、またミスった。またミスった、しゃあないです。これが確か隠しだった気がする。はい、なんとスターロードに行けるようになりましたね。スターロード、こんな感じでこれですぐに戻れますね。すぐに、はい、こんばんはです。
確かね、これ。これこれこれ。これ、スピンのこの羽でやると、あの10点コインがすごい稼げるんですよね、これ。意外と覚えてますよね意外とね、昔甥っ子たちとやりまくってたんで結構覚えてますね。あ、ここがちょっとめんどくさいとこですね。ここは、ここはあの間を行くってやつ。でもこうやれば OK です。あれもう99になりますね。2プレイヤーでやってもよかったかな。これが好評だったんで、6つの金貨、ゲームボーイ版の6つの金貨もこんな感じになってます。なんと、上ですね。上ですね。なんと、上ステージですね。6つの金貨も、ゲームボーイ版の6つの金貨も、こんな感じでしたよね。ワールドタイプでしたよね。よしよしよし出てる。危ない危ない。ちょっと待って、ちょっと待って、よしーまたかよ。あぶねえ。え、ここ晴れもっとっけ。あ、ここが実は稼ぎですね。あー確かに、それでええな。あれ、あ、やっぱどっかで取り残しちゃったな。あ、99期になりましたね。99期に。さあ、でなんとこのステージで多分やった人多いんじゃないのかな。このステージでなんと無限アップができます。実はこのステージで、このステージが多分有名な無限アップのステージじゃないかな、確か。あ、間違えた。はい、お疲れ様でした。このステージがね、超伝説の無限アップ、なんだっけ、超稼ぎですね。なんとこれすごい問題があって、一つ問題があって、あ、なんだっけ、記録しても残機は残らないんですね。記録しても残機残らないんですよ。だからリセットしたらまた 5期から始まるんで、それ大変なんですよね。
っか取り忘れてるし。ここはじゃないの、どっかで取り忘れてますよ。あれかな、空かな、もしかして。あの空空空、危ない危ない、あれどこだろう、上かな。で今あの中断しましたよね。でこっからです、こっから。でどうするのかっていうと、簡単ですね。さっきのあの灰色のブロック、灰色の、スイッチ、あれちょっと待って、よしーよしー、ギリギリキャッチする、これですね、これ、これを持っていきます、これ持っていきます。あーもう残機マックスは意味ないんですけどねもう残機マックスなので。でそしたら、ここで押します。さあ見てください3キャップ3キャップですね、なんと3キャップ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 、はい、音が止まりませんね。あ、上か、ありましたね音が止まりませんね。これがなんだっけ、1回で3、40機稼げるんですよ、これで1回で、1回であの3、40機だから、なんだっけ、これやると1回で3、40稼げるんで、あのこれやってあの残機を増やせばいいってやつですね。これすごいでしょ。これはあの当時これ発見した時もね、あーなんだっけあのまあこれ発見しちゃったからあのぬるげになっちゃったんだけど、あ本当初めてした人結構いるんだね。だからこれで、あ、なんだっけ、もうあれなんだっけ、例えば、あの、なんだっけ、あの、リセット？リセットしても大丈夫ですよ。あの、リセットしても。あの、なんだっけ、あの、例えば今日、あの、ある程度進んで、あの、進んだら、あ、なんだっけ、あの、リセットしても、またこっから、あの、残機増やせますんでね。あここ、これか。あの、イルカちゃんですね、イルカちゃん。これ、イルカちゃんに乗っていくってステージですね。ありがとうイルカちゃん、ね、イルカちゃんが運んでくれるステージですね。あ、やばいやばいイルカちゃん、ちなみにこれこんな感じね、イルカちゃんがほらイルカちゃんが運んでくれるんですよ、ここ、ね、なんてなんて素晴らしいステージなんだ。ちなみにもちろんイルカちゃん食べれます、ね、もちろんイルカちゃん食べれますでイルカちゃん食べるともちろんあのなんだっけあの恋になるんでさあ、砦ですね、砦、バニラ大地の砦ですね。ここは水中ステージですね。これ下はあのちっちゃくないといけないんですよね、下は。ああちょちょちょ、ここ下はね小さくないといけないんですね、下の。ここはあのマントと楽勝です。倒せるんでね。
マントじゃないときついですね。マントじゃないと。ありがとうございます。こうマントだと楽勝ですね、マントだと。マントじゃないと、あのこうカノンとか倒せないんで、あの大変なんですよね。だから、ファイヤーマリオとか、あの通常のスーパーマリオで来ると、すごいあのめあの大変なステージですね。あれ、これ、こっちだっけ？左だっけ？どっちだっけ？あ、やっぱダメか。まちょっと無理ね、無理にちゃった。あ、これがさっきのとこだっけ？さっきのなんだっけ、あのち、あの下のあのちっちゃい状態で来るとこだったかな。ハンマーのところで当たり判定ありません。あの鎖のところに当たり判定ないんでね。鎖のところを抜けてくってやっていけばあの楽勝です。いいんか。あ、よし、いけた。あ、ボス戦ですね。で、このボスは下から叩けばいいだけですね。下から叩きます。あ、マジか。で、あとは上に乗っかってですね。上に乗っかって下から叩きます。これ名前なんて言うんだっけ、このボス。このボスの名前ちょっとわからないんですね。これ、下から叩けばいいだけです。下から。で、地面なくなるんで、最初にすぐ叩いて、あの足場を乗れば OK です、ね。あ、これ VV って言うんだ。名前分かんなかった。あ、で、こんな感じで、なんと、ステージ3をクリアしなくても、先に進めますね。こんな感じで。もうステージ4に行けるんですね。だから、ステージ3をショートカットできるんですね。あ、ここも強制スクロールです、ここも。ここも強制スクロールですね。あ、ここはほら、あの、これ見てみて、ほら。これこれこれ。あの、乗っかってると、どんどん、あの、沈んでいくってタイプですね。こういうのは苦手な人多いんじゃないかな、こういうのは。強制スクロールで、さらになんだっけ、乗っかってると、どんどん落ちてくるってやつですね。で、ここの取り方は、これですね。やべ、あぶね。あ、早くなった、早くなった。よし、やりました。ああ、こういうのは足りなかった。40枚、40で、あの、星手に手に入れましたね。まあ、もう残機アップ意味ないからやらなくてもいいのかね。もう残機あのマックスにありましたんで、ね、えよしー危ない危ない。ここも本当に青寄してくると楽勝ですよ。
あ、あれ食べたかった。これ、これ飛べますね。よしー、はい、危ねえ。あなんとなくね、なんとなくそんな気がした。今ね、なんとなくそんな気がした。あ、よしお帰り。あ、よしお帰りですね。そうで、そのさ、あの急なさ、なんだっけ、踏みつけは、あーマジか、二段ね、隙を生じる二段構え、あーマジか、今ダメなのか、ちょっと待って、ちょっと待って、それはきついな。いや今ね、踏みつけた瞬間にあのバウンってなって、バウンってなった瞬間にあの敵が降りてくってやつです。でこれで、ね、あともうステージあれですね、4のボスがいけますね。でこれだとちょっとあれなんで、あの3をまずクリアしてきましょうか。3赤スイッチも押してきましょうか。3も3に赤スイッチがありますんで、赤スイッチと同時にやっていきましょうか。ここは本当補給地ですね。ここ便利ですよね。ここで一気にあの補給できるんで、あのすごいあの助かりますよね。じゃあ、通常進んでいきましょうか。デンデレ、はい、お疲れ様でした。デンデレデン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 。これ絶対ナンバラバンバンに聞こえるんだけど、ね。危ねえ。ここも今あのあなかちゃんワンアップできるところですね。あ、上か。プレイすればするほどあの思い出しますね。あー、ここね。あれどうだっけ。ここは確かな、いけたはずな。ここね、確かなんか滑り込み、あ、なんだっけ、今みたいにしたら確か行けたはずだな。あれ、あ、いけそう。今みたいになんかダッシュして、あ、なんだっけ、あの下押せばいけたはずだな。いけた、ほら、いけました。はい。であとはあのジャンプですね、こんな感じで。もこれ多少戻されちゃうんで、そう、こんな感じ。必要なかった。
また一個取ってねえか、どっか。あ、あっただ。やっちまったね。あ、これ OK ですね。これ確か、あ、確かね、どっかのステージで今のゴールテープを飛び越えられるんだよ、確か。どこだっけ、あったな、そういうの。今のゴールテープを飛び越えられるんですよ、どっかのステージ、確か。で、それやるとあの各ステージに行けたはずだな。あ、ここはあの挙手、あの、ここはあのヨッシー行けません。ここは、ここはヨッシー強制、あの、あの、あれですね、さよならステージですね。いらないな、それ。よし。ああ、ああ、やっぱ取っちゃうか。これを持ってくんじゃなかったっけ、確か。これこれこれ、こっちになんかなかったっけ。あった、ほらほら、あったあったあった。なんと、赤スイッチですね。これは、ただの、足場です。足場。叩いても叩いても何も起きません。で、ここは、どうするのかっていうと、あの無敵の、あのコーラに倒してもらいます。で、あと一匹は戻るといたはずだな。あ、いましたね。この赤は、簡単に言うと、ただの足場。だけど、その足場があるだけでかなり楽ですね。かなり。かなり楽です。やっていくと思い出しますよ。どんどん、あの、やっぱ昔やり込んだゲームは、あの、やこうやっていくと、あ、ちなみになんだっけ、スーパーマリオ64はね、私ね、あの、やったことないんですよ。なので、多分スーパーマリオ、あの、64のゲームはね、ごめんなさいね、あんまりやってないんですよ、64のゲームは。なので、64のゲームはほとんど初見になるんで、あの、なんだっけ、下手くそだけどお許しくださいね。64のゲームはね、ほとんど初見ですね。当時はね、サターンと、なんだっけ、あの、プレステで多分忙しくて、あの、やってないんでね。申し訳ございません。あ、間違えた、また間違えた。あ、マジか、それ、そんな当たり方すんのか。だから64のゲームはね、結構本当に初見的な形になりますけど、あの、お許しください。なんか隠し要素とかあったら教えていただいてもいいんですよ、64は。本当に64はね、やってないんですよ、あの、当時全然。あ、ハードはありますよ、ハードはあります。まあ、なん、
ああ、64はね、コントローラーも直しました。アナログコントローラーがダメだったんでね、直しました。ああ、やっぱダメか。ちょっといけるかなと思ったけど、いけませんでした。これか。あ、マジか。今の予想外だ。誰か上かと思う。あれ、ドラゴンコインってあと1枚は？あれ、あと1枚ってあれか、この先か。これきついな。テレサをギリギリまでやってジャンプで越えていく、これが一番いいですね。滑るですね。あー、これか。これ なんだろうね、これな、これはね、スピン、これでスピンで一応いけますね。言ってるそばから、ね、言ってるそばから。ここもなんか、あ、あった、あと PC1。 これなんか使うんじゃなかったっけ、確か。ああ、あー、ほら、そうか、そっか、今んとこですね。やっちまいましたね。そうだそうだ。今のが、今んとこですね。そうだそうだ。思い出した。やればやるほど思い出しますね。4回転半ジャンプですね。あー、まさかの、あー、まさかの裏切り者ですね。ね、スピンジャンプでずっと行こうかなと思ったらさ、途中でまさかのスピンジャンプが切れるっていうオチでしたね。はい、クリア。ね、ああいう技もあるんですよ。スピンジャンプでずっと乗って進んでいくってのもできますんで。ああ、来た。みんなのトラウマですね。ね、みんなのトラウマ。みんなのトラウマ、ね、食べられた人いっぱいいるんじゃないのかな。、ね、食べられた人。ね、この強制スクロールが本当になんだっけ、難しいですよね。ここコツはね、先頭に立ったのはいいですね。ここそう、ここの前に立ったのは楽ですね。ね、前に立ったら楽、ね、安全とは言っていない状態ですね。ね、すっかり忘れてて、私の反射神経が遅れてるからさ、前に立ったらさ、俺の反射神経が追いつかないんですよね、ただの。ここは触って急いでいくところですね。
構入れてるよ、そしたら。マジか。マジか。あ、ここですね。あー、ここか。これはあの上に上げる感じですね。ね、お久しぶりデッテウ、ね、久しぶりデッテウですね。でこれがデッテウが食べるとあの飛べるってやつですね。デンデレデン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 。あのヨッシーはあの口の中に含んでるとしばらくすると食べちゃうんですね。あんな感じで。ここはヨッシーがあると楽勝ですね。これよくやってますね。あのヨッシーの、あの下が火傷するですね。めっちゃ面白いね。あの久しぶりにやりましたけど、あのすごい面白いですね。ちょっとお待ちください。お待ちくださいよ。すごいね、久しぶりですよ本当に。やったの、よし、オッケー、はい。ああ、はい、皆さん、キラーが、あれキラーですよ、あれキラーなんでキラーがあんな感じになってますね。あれキラー、キラー、あの裏ステージなんで、あのキラーがほら、あの変わってますね。あー、よしーよしー、ね、キラーがあの、あ、なんか鳥カラス、ね、キラーがあんな感じになってるんですよ、裏ステージが。あ、間違った。ちょっとひどいひどい、そのキラーはひどい。ちょっと待って、ちょ、いけた、ね、なんとー、あっえ、今の死に方は想定外ですね。今の死に方は完全な想定外です、すいません。今の死に方はね、完全な想定外ですね。今あの投げたコーラがねぶつかったんですね。あ、ここか。あ、あ、そっか、う、あ、いや、あれ上からいけないんだよね確か、うん、あれ上からなんかスピンジャンプでブロックするかと思ったけど、あれ違うんですよ確か。あ、でも無理に行かなくてもいいのか、死んじゃうぐらいだったら。これあれなんですよ、ほら真ん中に確かなんだっけ、あのうわマジか、ジュゲームの木か何かがあるんで、あー、なんだっけ、あのスピンダメなんですよね。ボスですね。はい、ステージ3のボスに来ました。バニラドームの城に来ましたね。
ああ、ここか。あれ、カノンだっけ、あれ、カノン。あれ、違う、なんだっけ、あれ。魔法使い。カメックだ、そう、カメック、カメック。魔法使いですね。ああ、そっか、そっか、P スイッチ。で、ここは、ああ、マジか、マジか。ああ、あれか。無理にあそこ入らなくてもいいのかな、今のところ。これちっちゃくてもあのカメックのおかげであのいけるんですね、こうやって。死んじゃうね。あのあそこ入りたかったけどね、ちょっと難しいか。いつまで P スイッチ持ってんの話ですね。あー、ここも溶岩ステージですね。マリオと言ったらやっぱ溶岩ステージですよね。申し訳ない、今のは完全にただの下手くそでしたね。下手くそだな。多分ね、羽に慣れすぎるとこんな感じなんでしょうね。羽に慣れすぎると羽がない状態だとあの挙動の操作が下手くそになっちゃうんでしょう。あ、ワンナップにね、ワンナップにあの釣られてあのなんだっけ死にに行くというあの典型的なダメなパターンでしたね。ワンナップに釣られて。よし。んで、よしよしよし。うわ、またお前か、またお前か。なんでまた、なんで、なぜまた、なぜまた。やめてくれ。やめろ、死にたくない。やめろ、死にたくない。よし、ちょ、なんとか、なんとかそんな来ました。入りましたね。これ中間地点ですね。中間地点とワンナップですね。中間地点とワンナップです。まあだから別に今いけるかなと思ってちょっと急ぎましたね。いけるかなと思って、ね、今いけるかなと思ったんだけど、で、今の中間地なんでね、あのこれであのこの先行けますね。確かギリギリ間に合うんじゃなかったか。あ、間に合いましたね、こんな感じで。確かギリギリ間に合ってきましたんで。あー、ダメか、今の。あの、間をちょっと、ね、あの、間を行こうかなと思ったんですけどね。なんかちょっとテクニックを見せようとするとだいたい失敗するパターンですよね。これ確かギリギリ届くんじゃなかったっけ、そっちに。ギリギリ
安全運転、ありがとう、スーパーキノコですね。まあ93機もありますから余裕で足りますね。はい、お疲れ様でした。ここもマントで来ると楽勝ですよね。マントで来ると簡単になんだっけ、倒せるんでね。あー、そっか、あれ真ん中にあれ出てくるんだ、忘れてた。あー、でもほらラッキー葉っぱですね。ね、押してよかった緑スイッチですね。あー、ここあれだ、当たり外れ。あ、これ本物を踏めってこと、本物を。あ、マジか、今ダメなのか。本物を踏めってやつですね。今の偽物ですね。本物を3回踏めってやつですね。あー、うーん、難しいな。難しいっていうか、なんだっけ、タイミング合わないとあんな感じですね。これパワーアップアイテム取ってきた方がいいかな。なんだっけ、またこっからだからね。次死んだらパワーアップし、取ってきましょうか。ちょっと戻るのが、なんだっけ、戻りすぎるからね。意外と長いですからね、ここ。なんかそんな気がした。ちょっと取ってきましょうか。ちょっとパワーアップアイテムを、なんだっけ、取ってきましょう。あー、そうですね、戻るのがめんどくさいんで、そのスターロードがあるって感じですね。スターロード使えば早いんでね。なんだっけ、スターロードがないとその戻るのがすごい時間かかっちゃいますよね、初期のところに。一番いいのを頼むですね。さあ、じゃあステージね、このことボスを倒しましょう。今度ならいけますよ。カノン倒せますんでね。注意点はあれかな、なんだっけ、今のかな。今みたいに空飛んで溶岩に落ちないことを心がけることです。無理しちゃいけない、ね、無理しちゃいけない、ね、今ちょっと危なかったね。あのパターンが一番ダメですね。たまよくあるのが、なんだっけ、マントマリオで来て、ダッシュして、そのまま飛んで、溶岩に落ちていくっていうのは、よくありますよ、ね。だいたいそれで死んじゃうんですよ。これカノン倒せるのは本当に楽ですね。簡単でしたね。マントできたら簡単でしたね。よし、今度こそ踏めないですね。あー、ダメか、無理して踏んじゃった場合。よし、あと1回。あー、間違ってた。今のは違うです、踏めない。はい、終わり。ね、今でも今さ、完全に溶岩の中に落ちたけど、あれでも生きてるんですよね。これでステージ3クリアです。サンキュー。レッキングクルーかな、レッキングクルーかな。
マリオたちは3番目のコクッパもやっつけてほっと一息。しかしコースは険しくなる。もしも緑や赤のスイッチを取っていないとしたらどんな旅になるだろうか。これヒントですね。ヒント。つまり緑とか赤のスイッチがありますよっていうヒントですね。ヒントです。さあ、じゃあここからはステージ4ですね。ここも確かこんなむちゃくちゃなことできるんですよね。あのノコギリをノコギリでガンガン進んでいくっていうなんかむちゃくちゃななんかやり方ありましたね確か。ここもこれですね。ボーナスステージです。何も言うことはない、ね、ちょっと今のひでえな今のひどいな。ちょっと今のダメでしょ。今のはダメでしょ。今のはねえ、あんなとこにさ敵が配置されるとか忘れてたよ。あんなのさ覚えてないよ。あんなとこまで本当に。ちょっと笑っちゃったよ本当に。あ、ちなみにこれがこういうやつですね。こうやって移動するとやつですね。でここもこうやって。こうやって移動していくやつですね。でここはこうノコギリがいっぱいあるんで、ああなんだっけ、そのノコギリ当たらないようにこうやっていくとこですね。でこれギリギリまで行くと、あれここだっけ。あ、今んところここだ。今んところが下に行くの。下。思い出しました。今んところが隠し。あ、はい、お疲れ様でした。だから、ヨッシーを連れてきましょう。そう。ヨッシーをなんだっけ、捨てて二段ジャンプで降りましょうか。今ねゴールの先に矢印マーク出てたでしょ。だから要はゴールの先もありますよってやつですね。実はここなんだっけ、この今乗っかってるやつに乗らなくてもいけるんですよね。ノコギリだけでジャンプしていくっていうとんでもない方法があるんですよね。昔はよくやってたな。今の私にはちょっとできないかもしれないな。こうやってノコギリでジャンプしていくってやつ、これできましたねこれ今みたいにノコギリでジャンプしていくっていうやり方があるんですよ。で次もそうですね。これもここもこんな感じで、で、
何も言うことはない。まあ間違っちゃった。いやミスってはいないんだけど、あの間違っちゃった。ここ行けるかな。やめようか。今完全にミスりました。あ、いや、ダメか。いや、今気がついたのは、なんだっけ、よし、行くぜ。よし、今度こそ。はい、OK、行けましたね。あ、はい、3アップ。今の3アップですね。3アップ。3アップ、3アップムーンですね。ちょっと待ちください。ちょっと待ちください。ちょっと待ちください。はい、OK。あれ、ここすごい難しくなかったっけ？あれ、ここすごい。あ、ほらほら、あれ、あの水中魚雷ですね。水中魚雷ステージですね。ちょっと待って、今の当たるんかい。連射しすぎでしょ、魚雷。待って、魚雷の発射間隔が短すぎる。どないせんちゅうねん。あ、どないせんちゅうねん。やーべ、ここそうだよ、ここね、あのヨッシーとか連れてきた方がいいんだよね。ドラゴンコイン無理に飛んでもいいかな。あー、やっぱダメか。ファイヤーで押し切った方がいいのかな。まずこっちだけやりましょうか。こっち先やって、あー、なんだっけ、あのキャラクターを強化して、あ、これか。あ、遅かったか。これ、あの前見せましたよね。あえて下から叩くってやつですね。あ、こんな感じだ。今のは赤ブロックですね。あんな感じで赤ブロックがあると、あの便利ですね。あ、ここか。あー、この上なんかあったね。あ、ありましたね。あの飛んでくしかないですよ、あの上は。あー、これか。やべ、ここだ。うわちょっと待って、挟まれる。ここはこんな感じでワンナップですね。ダッシュしていくとワンナップがあるところですね。倒せないですよ、上から。いろんなギミックありますよね、本当に。あ、やった、デッテユですね。ちょっと待って。あ、これ、はい、これ見てください、こんな感じ。
で、これこのニコニココインですね。これをあのちゃんと集めると、最後にあのワンナップがもらえるんですね。ニコニココイン。はい、こんな感じです。あ、これであのステージ4のボスですね。で、その前にじゃあさっきのなんだっけつか、ヨシはいろんなんだっけ、さまざまなものを生む力があるんですね。ね。ね、なんかヨシはなんかあの、あ、なんだっけ、あの、なんか、ちょっと待ってくださいね。ね、なんかヨシはさ、なんかいろんなものを埋めますよね。お待ちくださいね。はい、OK です。明日のお仕事のメールですね明日 のお仕事のメールです。すいませんね。これ、あ、これ食べれたっけ、これ魚雷。魚雷は食べれねえんだっけ、さすがに。ちょっと発射感覚おかしいでしょ。あ、魚雷は食べれねえか、やっぱり。確か、あ、はい、裏技、はい、裏技、今見ました。あれなんだっけ、あのギリギリのとこでああやって移動するとなんだっけ、あの無敵になるんですね。これはちょっとあのバグ技ですね、完全に。今のバグ技、まだ完全にバグ技ですね。ああいう状態であのなんで食べると、あ、なんだっけ、あのダメージ食らうと、あ、なんだっけ、あのなんだっけ、逃げ出すと同時に、あのなんだっけ、逃げ出すと同時に、あ、なんだっけ、これこれ、逃げ出すと同時に乗っているっていう状態になるんですね。まあ、完全にバグ技ですね。こんな感じで、これが、だからこれを使うとあの簡単にあの進めるってやつですね。だからヨッシーがさっき楽だって言ったのはこれが理由ですね。こんな感じ。あれ、危ない危ない、今一瞬進めなかった。ちょっと早いよね。ちょっとあの魚雷のなんだっけ、発射スピードが早いですね。これでスターロードに行けるようになりましたね。これでスターロード、ここですね。これでスターロードにあの行けるようになりました。じゃあ4のボスを倒しに行きたいと思います。あ、ここ覚えてる、ここ、あれ、あれ、これ確か上に行けるんだよ、これ。上に行けるの、これ。これも、あの、暗闇のとこに。確かね、あの、今のなんだっけ、ああいうなんか、色違いっていうか、あそこから行けるんじゃなかったっけ、確か。ここか？あ、はい、ほらほら、これ。あ、こっちじゃねえか、こっちか。これ、あの、なんだっけ、あの、なんだっけ、隠しですね。これも当時発見、たまたまと、当時発見、あれ？あれ？あ、やっぱ向こうでいいのか。これも当時たまたま発見しましたね。当時たまたま。あ、これですね。当時たまたま発見して。
これも何か法則あるのかな、もしかしたら。これも、あの、これも。で、これ急いでいかないと、これ。これですね。今のスイッチを急いで押さないと、あの、潰されてしまうってやつですね。何も言うことはない参りました。あ、ここも、はい、無限ワンナップです。来ましたね。はい、ここも無限ワンナップですね。ここもあのずっと言ってるそばからね、言ってるそばからどこが無限ワンナップだよって話です ね。ここもあの無限にワンナップできますが、あの1せずみたいにね、とりあえずアイテムを取るのを優先しましょうか。こんな感じで、あのなんだっけ、あの亀を倒していくとね、あの無限にワンナップできます。ここはね、あの金網もあの広いんで、あのもっとできますよ、ここは。あの1ステージでもね。あ、来ましたね。あ、ここも。ここも確か同じなかったかな、確か。3回踏むんですね。こんな感じです。で、はい、簡単ですね。でもこれ拡大縮小ですね。あーあー、向こうに行っちゃったあのよりによってあの向こうに行ってしまいましたね。はい、簡単ですね。これ拡大縮小、これね、あのスーパーファミコンの、あの得意なんですね。この拡大縮小っていう、あのドットを拡大したら縮小するっていうのがスーパーファミコンの売りだったんでね、売りだったんでね。あのだからファミコンとか、なんかメガドライブとか PC エンジンじゃなかった機能ですよね。でメガドライブはメガ CD2 をあのあメガ CD を装備すると拡大縮小できるんです ね。4番目のコクッパもなんとかクリア。マリオたちはこれから迷いの森に入っていく、謎を解かないと出ることができないという不思議な森、果たして森を抜けることができるのかっていうことですね。じゃあちょうど1時間半経ったんで休憩しましょうか。またじゃあまた休憩しましょうか。あのよかったら、そうですね、あと1時間ぐらいお付き合いください。よかったらあと1時間ぐらいね。じゃあまた3分ぐらい休憩しましょうか。じゃあ次は11時1分からまた始めますんでね、よかったらお手洗いとかお飲み物とかね、よかったら取りに行ってください。じゃあ次は11時1分から始めますので、よかったらまたお付き合いください。では休憩になります。Thank you.
はい、皆さん、では基礎層再開しましょうかね。よかったら、そうですね、今日は11時ぐらいまでやりま、あ、12時までやりましょう。あ、だこの、ステージ5をクリアしましょうかね。で、ステージ5をクリアして、来週、続きをやりましょうか。で、来週は、もし、なんだっけ、8まで簡単に終わったら、何か違うソフトをもう一本、やりたいと思いますので、ね、よかったら、お付き合いください。では、そろそろ、あ、再開するまでにね、まず、今回、第2回の、任天堂ゲームソフトをすべてプレイするという企画をやっております。で、今、プレイしているのが、スーパーファミリーコンピューター用ソフトの、スーパーマリオワールドになっております。で、実機ですね、スーパーファミコンを、使って、RGB21 ケーブルを使って、配信しております。だから画質が、ね、かなり綺麗になっています。で、よかったら、生配信の高評価、よかったら生放送の高評価をね、よかったら押していただければ助かりますんで、よかったらお願いいたします。あとコメントできる方はね、チャンネル登録した人のみになってますので、よかったらチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。では、再開していきたいと思います。ここからちょっと面白いですね。花ちゃん。さっきちょっと出てましたね。花ちゃんはね、基本、ちょっと待って。ちょっと待って。いきなりヨッシーが。確かこれ、ここにヨッシーいなかったっけ？ここはね、花ちゃんはね、あ、また、また間違っちゃった。花ちゃんはね、なんだっけ、倒せないんですよ。踏んでは。だからヨッシーに食べさせるのが一番いいのかな？ヨッシーに。花ちゃんはヨッシーに食べさせるか、コーラを当てるしか、確か方法がなかった気がしたな。あ、これですね。あ、ヨッシーに食べさせればいいんですね、簡単に。あ、で、これはワンナップキノコですね。ちなみに花ちゃんはギリギリで食べるとね、なぜかダメージ受けます。花ちゃんは、花ちゃんはなぜかギリギリで食べるとダメージ受けるんで注意点ですね。ここも稼ぎですね。まず普通にクリアしましょうか。はい、これがまず普通にクリアですね。あ、ここそう、ここでも残機アップできますよ、ここでも。ここでもまだ残機アップできますね。ここはね、いろんな、なんだっけ、迷いの森なので、いろんなクリアの方法があるんですね、ここ。これが通常のクリア、ルートですね。で、次。で、ここはもう一回行きましょうか。つか、なんで花ちゃん食えるんだろうね。よし。飛んでいきましょう。で、もう一回ここで、青コーラですね、これ。で、これを食べて、ここですね。ここ。これですね。なんと、別なルートも出てきますね。こんな感じで。で、まずこっちから行きましょうか。はい、こんばんはです。あ、ここも裏技使えるんですよ、ここも。ここも裏技ですね。ここも。あ、どういう裏技かっていうと、はい。あ、やられるですね。はい。ね、無敵です、ね。ただ、これあんまり意味ないです。見たから出られなくなるんでね。まあまあ、だから実はね、これは、これが使えるのは、この横ですね。横。これ。この横にいるときがすごい使えますね、今の。横。これですね、これ。横。縦はね、あんまり意味がないんですけど、横は今な感じで使いますね。これ知ってるとね、これ以降のステージが、すごい楽ですね。あ、ここ、そう、ここ壁抜けです。そう、ここ壁抜け。ここはね、壁抜けすると、なんだっけ、確かスイッチがあったんですね。
シャノジだった。あ、やべやべやべ、よしー。よしー。待って待って、行かないで。よしー。あ、あ、いたいた。よしー。よしー、ね、よしはずっともですからね。よしはずっともですから、ね、よしが、よしがマリを裏切るわけがないですからね。さすがにこのウニは食べれませんね。あ、ここですね。これこれこれがあの壁抜けですね。今のところはドラゴンコイン取ったら抜けましょうか。いや、やべ、タイムが足りない。あったあった、ドラゴンコイン。じゃあ、壁抜けしましょうか。急げーですね。ちょっと待って、引っかかってる、引っかかってる、引っかかってる。死んじゃう、死んじゃう。時間が、時間が。あ、これ壁抜けですね。はい、これが最後の青スイッチですね。はい、おかえりなさい。青、最後の青スイッチです。で、ここは確か、まずこれ取るんだね、全部。これ全部取るの。これ。ここが最後のスイッチ。同じです。赤と同じですね。ただ、あの、足場ですね。足場の、足場のブロックですね。で、これ全部取って、で、また戻る、確か落ちてくるはず。はい、こんな感じで、これで全部の、スイッチは押し終わりましたね。4種類のスイッチ全部押し終わりました。ガンガン進んでいきましょう。いや、私もね、 やってると思い出してきますね。やってると、あの、やる前はね、結構忘れてたんですけど、やっていくと結構思い出してきますね。まあ、実際プレイするとやっぱ思い出すんでしょうね。実際プレイすると。ただね、一番ね、あの、気がつくのは、なんだっけ、あの、反応速度が完全に落ちてますね。だ、運動神経がかなり落ちてるんでしょうね。あ、ヨッシー。またヨッシーが。行かないでー。あー、あったね、あそこ。ほら、あれね、適当に叩いちゃうとあれワンアップ取れないんですよ、今のところ。今たまたま運が良かったですね。今のところは適当に叩くとワンアップ取れないの、今のところは。なんでかっていうと、あの、こんな感じ、これ。だから、あの、ピンポイント叩かないとワンアップが取れないってところですね。
ちょっと待って、よしー、よし、さすがよし、あはははよしあれ、よし、よし、あ、いたいた、でっていう。ちなみにこれいっぱい連れていくと面白いんですよ、これ。これ。あー、またやっちった。あ、あ、よしー。あー、はい、こんな感じで、コインになるんですね。ちょっと、バカやりましたね。あ、じゃあここでちょっと稼ぎを 見ますか。このステージでどうやって稼ぐんですかっていうのをちょっとやってみましょうか。下手くそですね。このステージでどうやって残機稼ぐんですかっていうのもちょっとお見せします。あれやばいな、すごい下手くそだな。すいませんね、ちょっと下手くそ。あぶね、あやべ、羽の挙動に慣れすぎちゃったね。羽の挙動に慣れすぎた結果超下手くそになってますね。でこれ中間切れましたね。で中間切ったんで、うん、まずここで稼ぎの方ですね。まずここで羽取ります。で終わります。だからここでなんだっけ、パワーアップが簡単にできますね。パワーアップが、で次、次はワンナップですね。無限ではないんだけど残機稼ぎですね。残機稼ぎ、この状態で左側に行きます。あ、マジか。下手くそでしたね。ちょっと飛んじゃいましたね。あ、こんな感じで、あ、なんだっけ、急いでいくと、なんだっけ、同じように稼げるってことですね。ここはこんな感じだったっけ。でここは確かここでジュゲームを上にまでやってこうですね。でここも同じ、ここも敵を限界まで引き寄せてってですね。危ねえ。ここも飛ぶんだっけ？あれ、ここも上に飛ぶんだっけ？ここも。違う、ここはね、確かここだ。危ね。今危なかった。ありました。あれ、ここもなんかあったっけ？ここも。あれ、ここも隠しあったかな？ここも。隠し。あ、絵合わせ。この迷いの森はね、結構隠しが多くて、ついて忘れちゃったりするんですよね。
あ、あれ取っちゃダメ。あれ取るとね、あ、まあ取ってもいいんだけど、取るとあのほら、ジュゲムが攻撃してくるんですよ。まあ倒せばいい。ああ、ね、ちょっと待って。まあ飛んで、あーあーあああのパニクりましたね。あの取らない方が良かったですね。完全にパニクりました、ね。あの取るとあの無限あの次元も落とあのトゲゾウを落としてくるんですね。確かだからコーラなんだっけ、コーラを確かあれか、思い出した。これでコーラを、はい、これですね。なんだあんたさっきから降りる先にさ、なんでさっきからいるの本当に、ね、あーまた来たー。あーマジか、そうきたか。ちょっと待って、今見えなかったな、今完全に見えなかったな。今んとこあれだ、今んとこ入るんだあそこ。あーマジか、今んとこ入るのあそこに、あのさっきんところ、さっきんところ、あそこに入るとなんだっけ、あここか、あれこれ いけるか、ここだここだ確か、これあ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 れ、あー間違った、あれここじゃなかったっけ、あれここにもね隠し要素あるんだよ、隠し要素。ああれだっけ、船、あ雲を奪うんだっけ、雲を奪うんだっけ、ここにもね隠し要素があるんですよ、隠し要素。今のは普通にクリアですね。これがほら普通にクリアしちゃうとあのまっすぐしか進まないんで、確かなんだっけ、雲を奪って上に行くかどっちかだったはずだな確か。よし、もう一回やってみましょう。あのこれだとほらなんだっけ、あの下側に行けないので、あのこっからちょっといろいろ行くんですよね。絶対になんか取らせたいやつ。からあれか、ジャンプすればいいのか。あ、まずありましたね。あー
ここはここまた来ましたね、強制スクロールですね。みんなのトラウマじゃないかな。あ、マジか、今なたんのかい。ここもね、青ヨッシーだ、確かなんだっけ、ずっと飛んでいけますね、青ヨッシーだと。青ヨッシーだと、甲羅を、なんだっけ、食べまくって、ずっと飛んでいけます、ここでも。あら、やっぱ取り逃したか、どっかで。なんと砦ですね、スターロードの前の砦ですね。あー、ここもこれか、ドスーンですね。あー、ここノコギリだ、ノコギリ。すっかり忘れてた、ここノコギリですね。これちなみにノコギリはこうやって一応スピンだったらなんだっけ、いけますね。これイヤホンで聞いてるとちょっとあれなんじゃない、なんか耳がこそばゆいんじゃないですかね。そうそう、これこれこれ。ちょっと危ない、危ないですね、これダッシュ。あー、間違っちゃった、タイミングずれました、ね、やべ、ここはちょっとパワーアップ取ってこようか。あ、お疲れ様でした。ここパワーアップ取ってこようか。さっきミスったね、なんだっけ、間違った、間違った、間違った、間違っちゃった。これは定期、なんだっけ、時間で変わりますんで、なんだっけ、フラワーで叩くと大体羽が取れますね。だからスターが欲しい場合には羽ですね。よし、今度は大丈夫ですよ。もうなんだっけ、ローラーが来るって分かりましたから、ね、危ねえ危ねえ、分かってるのに危ない。ここはブロック押してるんで楽ですね。黄色とか緑とかブロック押してるんで楽ですね。これブロック押してなかったら本当に大変ですからね。これ確か上行けたよね、これ上、これあ、行けねえか、あれここじゃなかったっけ、なんか俺上に、あれこの上だっけ、なんかね上、ここのステージで上、マジかマジか、今のひでえな。
あーそっか危ない危ない。今反射的に覚えてました。なんかあのなんだっけ、あれが落ちてくるっての。もう一回ね、これ確かこれ、あーあれ、あまあいいか。あマジか、危ね。よし、ちょっと危なかったね。ちょっと危なかったです。これであのスターロードにあの行けるようになりました。スターロードに、これであのスターロードに行けるようになりました。こんな感じで、今日はステージ5までクリアしましたもんね。今日はステージ5までクリアして、次週あの5、あの6から、あのプレイしていきたいと思います。で、あの次週6ステージ678クリアして、あのお時間が短かった場合にはあの別なゲームをあのプレイしますので、お楽しみにお待ちください。もう決まってますね、実は。次プレイする予定のゲームが、ゲームボーイになってますので、お楽しみにお待ちください。あのゲームボーイですね、超名作をやりますので、ぜひね、あの超名作を皆さんにも見ていただきたいので、ね、あーここがこれはね、バブルを食べれるんですよ、これ。すごい、あね、泡のまま食べるよし、あーよしマジか、それ食らうんかい。ダメです、この辺にヨッシーいなかったっけ。いないか、この辺は全部あれか、テンコインか。あー普通にコインだけ。ここも確かね、普通にクリアしちゃダメなんだよ確か。ここもなんか裏があったんだな。あ、一旦普通にクリアしましょうか。普通に普通にクリアして、ルートが決まりますね。あ、そう、ゲームボーイプレイヤー使ってですね。あ、これ、普通に行くと、こんな感じで、迷いの森から出れないんですね。迷いの森から。だから、確か、なんだっけ、どっかの土管に入るんじゃなかったかな、確か。どっかの土管に入って、あ、すいませんね。どっかの土管に入って、なんだっけ、鍵で確か、ルートを突破するんじゃなかったかな、確か。ちょっとお待ちください。よし、行きましょう。確か結構進んだ先じゃなかったっけ。なんとか落ちると思ってた。あ、違う、ここは違う。ここはあれか。
とりあえず全部入ってみるか。全部入ってみますね、とりあえず。この辺は違うの、確か。あ、ありました。これですね。これで周りの森出す。やりました、やりました。周りの森出すです。じゃあいよいよあれですね、あの第5ステージ最後ですね。ここは、あこれか、やばいぞこれ。マント持ってこねえとダメぞこれ。これはやばいぞこれは。これはおじちゃん、これきついぞ。思い出したぞこのステージ。このステージは思い出したぞこのステージは。ね、果たして、今のは俺の反射神経でいけんのかこれ。マント持ってきても、あの、結構微妙な。危ねえ。よし。やめてやめてやめて目の前にお邪魔が。ああ、そうそう、これ、はい。これはあれか、押さなくてもいいのか別に。炎の感覚、マジか。そのタイミングで来るんかい炎。よし、ボス戦。あ、ここも一緒、あの狭くなっただけですね。狭くなっただけ。はい、終わり。やりましたね。狭くなっただけです。あの前のやつをね。やりました。クリアしました、なんとか。これでスターロード全部と、ステージ5までオールクリアしました。オールクリア、ね、マリオたちは5番目のコクッパをやっつけ、やっと森を抜けることができた。だがこの先のチョコレート島は謎のコースとドラゴンでいっぱい。次の戦いの始まりですね。はい、あれですね、次はステージ6になります。面白かったですかね。今回は、スーパーマリオワールドの、をプレイしてみました。面白かったですか。で今回の、約、3時間半かな、3時間半で、スターロード全部と、なんかステージ5まで終わりました。なので来週は、ステージ6、78ですね、678を、完全にクリアしたいと思います。でもしあのそれで、あ、おかえり先生、ナイスバー、ありがとうございます。それで、なんだっけ、時間がもし早く終わった場合には、ゲームボーイ の、あのソフトをちょっとプレイしたいと思いますのでね、あの超名作のゲームボーイをね、プレイしたいと思いますので、よかったら、あの次週も見に来てください。あとよかったら、生放送の高評価、よかったらお願いいたします。あと、なんだっけ、もしよかったら、なんだっけ、あの、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。
あのチャンネル登録していただいて5日後なので、今日登録していただければ、なんだっけ、次回の土曜日の生放送と日曜日の生放送にも、あ、YH さんナイスありがとうございます、あのなんだっけ、コメントできるようになりますのでね、よかったら、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そんな感じかな。あ、今週はあれですね、あのガンダムの解説動画はありませんが、なんだっけ、来週から怒涛の、スペシャル動画も含めて多分約1ヶ月ぐらい毎週投稿になりますのでね、よかったら、お楽しみにお待ちください。では、今回はねこれで終わりたいと思います。長々とねお付き合い本当にありがとうございました。よかったら、来週も、見に来ていただければ、あ、福岡のセナ、ナイスパーありがとうございます。次週も来て、あ、よかったらね、来ていただければ。あの、次回の、あの、ゲームボーイも名作ですよ。何をやるかちょっと秘密ですね。ただ、名作です。間違いなく、やった人は皆さん名作だっていうゲームボーイのね、任天堂さんのソフトをやりますのでね。よかったら、次回も見に来ていただければ助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、長々とね、お付き合い本当にありがとうございました。では、今回はね、これで終わりたいと思います。はい、皆さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。